皆さん、こんにちは。ウルトラマンコスモスなどで知られる俳優の杉浦太陽さん、妻が元モーニング娘。の辻のぞみさんということでも有名ですね。近年では夫婦での YouTube 動画も好評です。そんな杉浦さんですが、年収に関する意外な事実がありました。また離婚間近だったり逮捕されたという過去も。今回は杉浦さんの過去や現在について調査してまいりましたのでお伝えします。まずは杉浦さんのプロフィールを見てみましょう。杉浦太陽さんは1981年3月10日生まれの42歳、出身は岡山県玉野市、身長は177、血液型は A 型です。1998年のテレビ朝日系ドラマ恐るべし音なしかれんさんでデビュー。2001年には毎日放送 TBS 系ドラマウルトラマンコスモスで主演を務めました。翌年公開のウルトラマンコスモス2ザブループラネットでは映画初主演を務め、2003年にはウルトラマンコスモス VS ウルトラマンジャスティスザファイナルバトルも公開。コスモス完結後も2009年大怪獣バトルウルトラ銀河伝説ザムービー、2012年ウルトラマンサーガ、2015年公開の劇場版ウルトラマン銀河 S 決戦ウルトラ天勇士にも出演し、杉浦さんの代表作となりました。デビュー当時は読みも本名そのままで芸能活動をしていましたが、2022年に太陽と改名しています。改名した理由は杉浦さんが逮捕されるという衝撃的な事件がきっかけでした。2002年6月14日朝、傷害罪と恐喝罪の容疑で東京都の自宅で大阪府警に逮捕され、同日午後には21歳フリーターも共犯者として出頭後に逮捕。逮捕直後に大阪府警は逮捕容疑について以下のように発表しています。2000年9月28日東京都渋谷区内の路上で因縁をつけて弟の知人以下 A を殴って全治10日間の怪我を負わせて30万円を要求。同年10月17日 A が支払わなかったことを理由に大阪府守口市の駐車場に呼び出して顔を殴って全治3週間の怪我を負わせて現金60万円を要求し、同年12月から2001年3月にかけて計45万円を銀行口座に振り込ませた疑い。この容疑は2001年4月に A が刑事告発したものでした。逮捕容疑の時期は杉浦さんが当時19歳の出来事だったため、少年法の規定によって実名非公表。逮捕時はコスモス放送期間中だったことからウルトラマンコスモス主演俳優と報道されたのです。逮捕直後に所属事務所は大阪での暴行事件があったとされる10月は杉浦が映画撮影のために東京にいたアリバイが存在する、 A による示談金目当ての詐欺告訴である、傷害を裏付ける被害者の診断書は自損事故による怪我であると主張。そして6月27日被害者は以下の陳述書を大阪地方検察庁に提出しました。2000年10月の怪我は10人程度の不良に殴られたもので、仕返しを恐れて杉浦さんの傷害によるものと狂言をした。銀行口座に振り込んだ45万円は杉浦家から盗んだものを返しただけで処罰は望んでいない。なんと杉浦さんは被害者側だった可能性が出てきたのです。ところが大阪府警は陳述書について被害者が杉浦の弟にホテルに呼ばれた際に杉浦側の弁護士がワープロ打ちの下書きをもとに被害者に書かせたものと発表。結局杉浦さんは傷害容疑については嫌疑なしで不起訴、恐喝容疑については起訴猶予として決着。処分後の初会見で友達同士の喧嘩であり脅したつもりはないので納得していないとしつつも、 A は友達なのでこれ以上争うことはしないともコメント。杉浦さんが黒か白かは今となっては分かりません。ですが
人気絶頂の中で世間に衝撃を与えることとなってしまいました。そんな杉浦さんは2007年に元モーニング娘。の辻希美さんと結婚。有名人同士の結婚ということで話題となりましたが、一方で辻さんとの収入の格差に格差婚とも言われていました。主に料理番組などで活躍している杉浦さんのギャラは1時間で約20万から70万あたりだと言われています。一方辻さんは元モーニング娘。ということもあり、ギャラはそれより高め、プロデュース業やママタレとしても活躍しているため、年収はおよそ7000万くらいではないかと言われています。確かにここだけを見ると格差婚と言われても仕方ないかもしれません。しかし杉浦さんはそれでも年収がすごいと言われています。2000万円前後はあるとの噂が。その理由はメディアの仕事ではなく個人のブログでした。多くの芸能人が利用しているアメーバブログは相当収入があるようで、閲覧数から推計すると杉浦さんは100万円前後の月収があるとか、副業としてこれだけ収入があればブログだけで年収1000万を超えていそうです。辻さんと比べると少ないですが、副業で1000万超えはすごいですよね。杉浦さんのブログは全体のパパ部門でもトップ3に入る人気ブログ。市川海老蔵さんなどライバルも増えていきましたが、杉浦さんのブログはまだまだ健在です。さらに2019年5月には辻さんと YouTube にチャンネルも開設しました。こちらも大きく収入を得ています。こうして夫婦としてだけでなくビジネスパートナーとしても成功している杉浦さんと辻さんですが、実は離婚の危機はありました。結婚3年目と5年目の2度にわたり離婚の状況に陥ったそうです。1度目の危機は辻希美さんがママタレントとして人気が出た頃のこと。ブログのアクセス数に圧倒的な差が開き、杉浦さんは辻ちゃんの旦那さんと呼ばれるようになってしまいます。この世間一般の認識が家庭にも入り込み、夫婦の間に距離感が生まれてしまったようです。まさしく格差による問題ですね。杉浦さんは辻さんへ誕生日サプライズや旅行の計画を立てて距離感を縮めようと努力。その甲斐あって夫婦仲は修復していきました。ところがその2年後またもや離婚の危機が訪れます。2度目は辻さんの育児ストレスによるいさかいの激増でした。辻希美さんにしてみればちゃんと母親にならなければという思いから杉浦さんに甘えることができなくなっていたのかもしれません。しかし夫婦仲が再びギクシャクし始めて大喧嘩へ発展。杉浦さんが家出してしまうまでに問題は大きくなってしまいました。二人はしばらく冷却期間を置いた上で話し合いを、その結果お互いに相手の不在を寂しく感じていたことが分かりました。今は相手の悪い部分も受け止められるようになり、夫婦仲は再び修復。こうしてなんとか2度目の離婚の危機も乗り越えたのです。今や若手芸能人を代表するおしどり夫婦となった杉浦さんと辻さん。 YouTube 動画も頻繁に更新しており、どれも再生回数は好調です。これからも幸せな家庭を築いていってほしいですね。ちなみに結婚に至るまで辻さんからの猛烈なアプローチがあったとか。出会いは辻さんが友人の家に遊びに行った時のこと。偶然居合わせた杉浦さんに一目惚れした辻希美さんは数日後に告白をしたそうです。ですがよく知らない相手とは付き合えないと断られてしまいました。それでも諦めきれなかった辻さんは何度も告白をし、その中で自身のコンサートを見に来てほしいとおねだり。すると杉浦さんはステージに立っている辻さんの姿に惹かれ、なんと今度は杉浦から交際を申し込んだのです。大逆転とはこのことですね。こうしてお互いに告白をし合った仲ですから、離婚の危機を乗り越えられるのも納得です。以上、今回は杉浦太陽さんの逮捕、年収、現在、離婚間近だった過去についてお伝えいたしました。最後までご視聴ありがとうございました。
コメントを残してもらえると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。